で原作の中でもっとまあはるか未来という設定が今年号台で今来てしまった中で、やっぱあの当時の夢みたいなものがやっぱ、まあ、こういう映像化、まあ、写真の方はご覧になったらお分かりのようにやはり、まあ、1940年代に考えられた世界ではあると思いますけども、でも実際のところあのこうやって映像を作られる中で皆さんのアイデア、思いっていうのがこう残ってくるのは、嬉しいですが、見る機会がないのがちょっと残念で、これソフト化されたことないんですね、多分これ100点入っちゃって、2年前に発表までは東映ビデオさんなさったんですけどね、でも結局発売をしなかったんで、だ今手に入るとしたらフランスの5番の DVD を輸入して買って、でフランス語版には日本語が入ってるらしいので、それで見るしかないとかという YouTube でもね、いや流れてますからね。あとは BS の NHK で、4年ぐらい前でしたっけ、5年ぐらい前でしたっけ、再放送したのは最後ですから、なんかせっかくだったらぜひ、見れる機会があればいいなとは思うんですけど、ね、ではそろそろ締めよう。時間は大丈夫ですか？はい、そろそろ。俺はつい伸ばしすぎちゃうんで、今一瞬不安になってます。お水が来たっていうのは実はそろそろ。まあ、最後にですね、まあ、一応この会自体、野田雅也さんを忍ぶ会というのも、まあ、ちょっと兼ねているんですけども、まあ、もしあの、まあ、翻訳家の、野田雅也さんの今回の、作品ないしは、まあ、水さん、タメさんお二人の中で、まあ、野田さんと何か思い出みたいなお話がもしございましたら、まあ、簡単にお話しいただけると、まあ、あのフィーチャーというもの、まあ、野田さんも実はですね、あの僕も前にちょっとお聞きしたんですが、あとこの後の、まあ、サウンドあたりでもお話しいただくんですが、ともかく売れた本ではあると、で売れるということは、まあ、品でも入るし、いい作品であるという思いもあるんですが、まあ、その中でね、やはり映像化されるということは、実際にあの当時早川さんも増刷をかけたと思って、野田さんの、まあ、いい思い出もあると思うんですが、その辺で、まあ、お二人となんかもし何か直接的なお話があればお聞きさせていただければと思います。野田さんとあの打ち合わせは確かにやった覚えがあるんですけど、ほとんどあのニコニコ書いて、あのいやお任せしますよ好きなようにやってくださいって、それだけでしたもんだから、それ以後打ち合わせはもうやらなくなっちゃったんですね。なるほど。あともう作品をどう組み替えるか、そうですね。できたものは見て、あの注文があったら言ってくださいと、あの言っておいたんですけど、野田さんからはそういう注文があるんですよ。辻さんは先ほどね、あの終わった後でお話をお伺いしましたけど、はい、今はまあ、タミヤさんの場合始まる前に、私の方は出来上がったものを見たその後なんですけども、いやだからこちらもう少しなんか要するに、宇宙へ乗り出したまあ言ってみれば船人の孤独みたいなのね、そういったの理屈でなくって感情を盛り上げたかったんですが、どうしてもやっぱりうまくいった一方でやっぱり初めてのスプロペという、意気込みもあったと思うんですよね。どう考えたってそれは空にあと違いますから、同じ位置へ出てもね、だからそういう点でちょっと僕の本自体が突っ張らかったところがあると思うんです。それを含めて、しかし絵の上で、でもまあ NHK さんに、下駄を預けちゃって申し訳ないんだけども、どう考えたって戦前のものを、ね、現代の科学に照らし合わせて言われると、でもひたすらそこだけ言って、まあさんごめんなさいって言ったんでね。まあ、まあ、野田さんのその、そういうテレビの事情なんかよくご承知だし、むしろだからキャラクター動いたキャラクター喋ったキャラクターについてのお話もう少し聞きたかったんですけどね、
まあ、皆さんもおっしゃるように小田さん非常にニコニコしてらっしゃるので、これ以上続いてなんか怖い顔になられたら怖いと思って控えて、そうそうにして、いや SF 大会の方たちしょっちゅうお目にかかるんですが、フィーチャーをネタにしてお目にかかったのはここ1度か2度しかないと思いますので、とにかく頭下げた記憶があります。でも前でおられたよ。ケンソンさんもいかがですか。そうですね、はい、だから結構今回は YouTube で医学フューチャーが見られたもんですから、見てみて意外と宇宙服と宇宙船のデザインっていうのはその、まあ、フューチャー以外の、まあ、フューチャーはオットとかグラフはもうあのまんま出てくる、まあ、僕はあこういうやり方って実は宇宙物でもっとあるなというのがちょっと思ったぐらいで、それで逆にすごい宇宙船のデザインとか新しいものを作ろうとしてすごい若い人たちがやっぱり頑張ってらっしゃるんだなっていうのは、何年かぶりにね見直してその思ったことなんで、本当にソフトが見たいというか、ソフト化されてほしいなっていうのが正直な気持ちです。あと意外と何遍か見たら遅刻データに戻っていくところっていうのは明らかにも作り手がフューチャーシリーズの思いをね、ホームに帰ろうっていうところが意外と作品の中ではっきりセリフになってるんだなっていうのは、そういうところを見ずにジョン・ランドールしか見てなかったので若い人がいかに構っていたかというか、改めて若い時が家族も感じられませんから、はい、まあ、そんな感じで、まあ、今回こういう機会で久々に勝間田さんとか森さんとか野田さんにお会いできたので、まあ、ちょっと懐かしい話もできて、もう誘っていただいてありがとうございましたという感じです。いやこちらこそ。じゃあ、ここでですね、一部終わりにさせていただきたいと思います。皆さんお三人の方に拍手を。書けるんですか。今書けられますか。急な話ですが。じゃあすいません、ちょっと CD 曲の、ドイツ版ですよね、はい、これオリジナル曲みたいですね、はい、客席ならオマージュなんでしょうかね。はい、あ、そうですよね。